しいね、こういう終わり方、負け方をして。単純に、このまま終わりたくないっていうふうに、本当思ってます。で、負けた理由っていうのはいくつもあると思うんですけど、その一つに、まあもう完全にマリノスの力が足んなかったから負けたっていうのもあると思って、じゃあ、もう一回、じゃあ来年アジア行けば、それで何か解決化するかっていったらそうじゃなくて、もっと強くなってアジアに行かないと意味がないと思うんで、そのために、まあ、すぐに何かを変えるっていうのはできないですけど、少しずつ変えれることもあると思って、その一つに、負けにも書いたんですけど、目の前の勝負へのこだわり、あのスタジアムに来てマリノス勝ってほしいとか願いとか信じるとかそういうのはみんな持ってると思うんですけど、それをもう一歩強くしてこだわることで、一人一人がそういう気持ちを持つことで絶対スタジアム雰囲気が変わるし、今でもこの試合絶対勝たなきゃいけないんだって雰囲気を作った試合で勝ってきてると思うんで、ということは僕らが毎試合毎試合そういう雰囲気を作ればマリノスはもっと勝ち続けるし強くなると思うんです。だからそうやって強くしてリーグ取って、来年このままじゃ強くなったマリノスでもう一回あの舞台に戻ってじゃないとこの悔しさは絶対晴れないし、そのためにできるのは一人一人がそうやって気持ちを持つことと、それを行動に示すことだと思うんで、でもああいう今幕を出して選手も見てると思うし、まあ、今日これで声がちっちゃかったら、ああなんだ言ってるだけかってなると思うんですけど、これでそれだけもう僕ら勝利を求める雰囲気っていうのを作れれば今日絶対勝てると思うし、でそこで勝てばこれからに向けてその負けた後のこの試合勝つか負けないかすごい大事だと思うんで、今日勝って、で今日だけじゃなくて一試合一試合勝負にこだわって、そういうホーム作って強くなって、もう一回アジア行きましょう。まずは今日雰囲気作って、ここの真ん中に人がやらないと絶対回りついてこないんで、もう席早く取ったから別にいいだろうとかじゃなくて、もう本当に俺らはその雰囲気変えるための場所を動かすのも全然簡単だし、この場所にいることに満足しないで真ん中にいるんだからこの人数動かすって気持ちみんなが持っていかないと何も変わらないんで、選手だけが負けたんじゃなくて俺らが負けたので一緒だと思うんで、今日からもう一回一試合一試合目の前の試合の勝負こだわって